ゲームの攻略本を昔10年ぐらい作ってて、それからウェブサイトの編集に移って10年間経ちました。楽しいゲームだったらラッキーで、クソゲーな時がちょっと思い出したら動機するぐらい僕が子供の頃ってゲームってそんなに社会的認知が高くない遊びだったんですよ。僕の中でそれがすごい悔しいというかやきもきするところがあって、でもうゲームって今出して終わりじゃなくて常にアップデートがかかるもんですし、紙のスピードだと追いつけないんで、ギズモの会社のメディア陣に入ったのもゲームのメディアからなんかいろんなメディアを渡って今ギズモードにいるっていう感じなんですね。ギズモードジャパンガジェットコーディネーター金本です。ゲームトップガイズチューヒューリチャードです。ギズモードジャパンガジェットコーディネーターのアミトです。割とその言われた通り何も考えずにこの場にいるので自己紹介と言われてもどういったものをさせてもらえるのか、はい、じゃあ今日は僕から、はい、さんから、はい、分かりました、はい、僕はギズモードで一応副編集長というポジションで、一応副編集長なんですけれども、副編集長何するかっていうと、まあ、コンテンツの何でも面倒を見るとかクオリティを保つだとかチェックをするだとか、そういう仕事がメインです。でメディア全体の方向を考えたりするのが、まあ、小田さんだったり佐々木さんだったりいわゆる編集長の仕事で、僕はその方針に従ってコンテンツ全体の、クオリティを保ったりだとか、まあ分かんないところ全部サポアシストしていったりだとか、そういうのが仕事の一環なんですけれども、動画の方をもうなぜか、YouTuber みたいな、まあ、実際カテゴリーとしてはそうなんですけど、こともやらされる、やる結構ノリノリでやってらっしゃるなって意味だったんですけど、いや僕は最初このギズモードの YouTube チャンネルが始まった時はそのラインナップに入ってなかったんですよ。ラインナップその YouTuber ラインナップまあやれって言われたらやるでアミトさんだってそうだと思うんですけれどもやれって言われたらもう分かりました、やりますよだってやったことないんで、やれるかどうかやらないと分からないので、まあ、やってますっていうところですねそう、過去の話とか難しいですよね。どこまで突っ込んで聞けばいいのか。生まれから生まれから2時間コース生まれからっていうか社会人になってからの話をすると、ゲームの攻略本を昔10年ぐらい作ってて、それからウェブサイトの編集に移って10年間経ちましたっていうのが大雑把な2部構成っていう感じです。でも本当に最初のゲーム攻略本作ってた時はひたすらゲームの攻略本作ってた。それも紙の攻略本ですよね。そうですそうです。僕がやってたのいつだっけな、まあ任天堂64とか、あとはプレイステーションの初代とかのぐらいからですね。実際に自分でゲームプレイして、はい、そのこういう講座があったよっていうのをメモしていって本にしていくんですか。そうですね、はい、ピンキリなんですけれども本当にゲームしか渡してくれないところもあれば、ゲームと一緒にいわゆる制作中の資料をドカッと紙の束とかで渡してくれるところもある。で紙の束のところもあれば、それがスマートな HTML ドキュメントになってる、どこがとはいえなかなかもう業界抜けて感覚空いちゃったんで、もう時効なんじゃないですか、時効なのかな、当時の話として公営テクモはねめちゃくちゃドキュメント整備されてる公営のめちゃくちゃ見やすかったであれは社内の管理体制がすげえきっちりしてるんだなっていうのがドキュメント一つ取っても分かった。ちゃんとしたところはちゃんとこうやって名前出してみますまず出版社の人たちが一番最初に攻略本作りたいって思うんですよ。でも攻略本って、ゲームが何本売れたら大体その割合、例えば RPG だったら、売り上げの大体3割ぐらいの人がとか、アクションゲームだったら大体売り上げの1割から2割ぐらいの人がっていうふうに、ゲームの売れ行きから出版本数がすごい読みやすい本なんですよ。で部数が読みやすい本って出版社にとってはすごくありがたい本で、そのたくさん刷りすぎて余ったとか、少なく刷りすぎて、足りないとかいうのがないんで、かっちり狙い通りに狙いがつけやすい、出版カテゴリーなんで、すごくありがたいコンテンツだった。なので、出版社にとってはそういうポジションだった。で出版社はもちろんちょっとでもたくさん売れるゲームの、本を作りたいんで、それは、メーカーと交渉して、例えば任天堂とか大きなところだったら何か何らかしらの優遇をしてると思うんですけれども、利益をレベニューシェアをして、で権利を買って、
例えば事前にあらかじめ情報をもらうだとか、内部データをもらうだとか、あとは出来上がった紙の構成、チェックをお願いしたりだとか、このデータ間違ってますよとかいうのをしてもらったりだとか、まあ、そういう支援と引き換えに、ある程度出版社の、印税を向こうに渡すと順番ですよねで出版社がそうやって、ゲームの攻略本をやりたいと、で僕はその時編集プロダクションにいたんで、じゃあこのゲームで本を作ってくださいって頼まれると、でゲームを大体まあものによりますけど1週間かそんぐらいプレイして、大体本の分厚さはこんぐらいになりますと、プランを立てますと、でそれに応じて、材料をかき集める、材料をかき集めるのは、例えば出版社からこの資料がいりますくださいって思われたりだとか、自分でその資料をプレイして確認したりだとか、あとライターさんを手配して、まあ、当時小さいプロダクションだったので僕自身がライターしなきゃいけないっていうのも多々あるんですけれども、して、まあ、ゲームの材料を文章と画像とで、書き集めて、それを全部まとめて最後に、印刷所に入稿して、本が出来上がるのを待つっていう感じでしたね。じゃあ金本さんって、はい、新卒でその会社に入ったんですか？そうですね、はいはい、新卒でその会社に入って、はい、一日中ゲームしてる業務もあったってことですか？そう、それはそうです。すごい仕事です。すごいなんでそこ、そのゲーム攻略本作ろうと思ったんですか？もともと僕が子供の頃ってゲームってそんなに、ポジションが高くない、社会的認知が高くない遊びだったんですよ。僕の中でそれがすごい、悔しいというかやきもきするところがあって、まあ、ゲームってもっと、文化的にカルチャー的にメジャーになりうるでしょっていうんで、それを広めるメディアとして、そのゲームメディアを選んだ。で、まあ、雑誌か攻略本かっていうところで、まあ、その時編集プロダクションに入って、まあ、雑誌もやれば攻略本もやる、ただ攻略本の方が、あれば、出番は多かったっていう感じですね。ゲーム楽しめるんですか、それ？はい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 、いい質問ですね。楽しめる時もあれば楽しめない時もある。まず、僕らは出版するかどうかの、判断はできないんですよ。僕らはあくまで作る方なんで、本を作るかどうかを決めるのは出版社の人、例えばなんか小学館、講談社、集英社みたいな、でその人たちがこのゲームは売れる、もしくはこのゲームは攻略のニーズが高いと見たら、僕らみたいなところに作ってくださいっていうふうに依頼が来るっていう。でもちろんそれが楽しいゲームだったらラッキーで、クソゲーな時があって、ちょっとねちょっと思い出したら動機するぐらいそんなに辛いんですよ。辛い、ゲームしててそんな辛いことあります？ゲームしてて辛いことあるんですよ。特にキャラクターゲームとかで、そのゲームの面白さ関係なく絶対出さねばならないみたいな、ものもあって、それで回ってきたのがとんでもなく出来の悪いゲームだったりする時あるんですよ。当時まだ2チャンネルあったかな、まあ、例えばクソゲームオブザイヤーとかにノミネートされるような作品の担当にならされたりすると辛いだろうなっていう。あー、なるほどね。やってて面白かったところはあるんで、なんかやる機会があればやってもいいと思います。はい、僕がゲーム攻略本からウェブサイトの運営に移ったっていうのはもう一重にそこが大きくって、紙の攻略本とウェブの攻略サイトのバランスが逆転する瞬間、タイミングを見てきたわけなんですよ。でもうゲームって今出して終わりじゃなくて常にアップデートがかかるもんですし、でその中あと開発工程がだんだん何て言うんですかね、ゲームをギリギリまで開発できるようになるっていうんですかね、ゲームの発売日の大体僕らがやった時は1ヶ月前ぐらいにはゲームが完成するんですよ。ゲームが完成して1ヶ月後にゲームが発売される。でその間に例えば CD を焼くだとか、ロムカセットを作るだとか、そういう工場の過程があるんで、その1ヶ月の時間差があって、その間に本を作るっていうシステムになってたんですけれども、まあそれがもうだんだんなくなって、もうそれが1週間とか2週間とかになって、もう紙の本スピードだと追いつけないんですね、ゲームの開発の情報とかに。でしかも発売された後に、どんどんアップデートされたりとかで、もうこれは、まあ、ウェブには追いつけないと思って、ウェブサイトの運営編集に行かないしたっていう。なんで、一番僕が最初このギズモードの会社のメディア陣に入ったのも、コタクっていうゲームメディアが、もう今ちょっといろいろ事情が閉めてますけど、の編集者としてメディア陣に入って、で、それからゲームのメディアからなんかいろんなメディアを渡って、今ギズモードにいるっていう。